皆さんこんにちは、ネロです。今日の動画では私の学校がある日のスケジュールを紹介していきたいと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。私は普段から5時起きで、5時に起きた後6時になるまで勉強しています。だいたい1時間ぐらい勉強してるんですけど、内容はその日の前に勉強した内容を復習したり、あとは苦手な内容を再度確認したりなどをしています。この日の場合、自分が数列が苦手だったので数列の確認をしようと、もう一回解いてる感じです。大体の日は前日の復習、主に単語だったりすることが多いです。暗記科目系の英語だったり生物を主にやっています。帰ってきました。ちょっと買い物したので、時間が普段より遅いんですけど、だいたい何時かな、4時ぐらいには帰ってきてんじゃないか、そんな感じです。はい。で、どこに行ったかというと、ダイソーに行きました。あと本屋さんで、いつも食べてるキャンディーと付箋と、で本屋では生命となんか無生物の間かなで有名だと思うんですけど、その方のその動的平衡、ちょっと漢字の読みが分かんないんですけど、福岡新一さんかな、これ本当に漢字が読めなくて申し訳ないんですけど、の本を先生におすすめされていたので読みます。学校に行っている時の普段のスケジュールというか、何をしているかっていうのを話したいと思います。学校行く時、私通学時間がまあ長いんですけど、そこで単語とか結構開きやすいものをやっています。単語帳だったり、スマホの中にデータが入っているものだったりするのをやっている感じです。で、帰りは寝ています。もう結構疲れ切ってる感じなので、特に体育とか運動系があると結構寝てる時が多いです。テスト期間になると全部その時間を勉強に使っています。朝、私は結構早く行く方なので、だいたい 2,30 分ぐらい余裕を持って行動してるんですけど、その 2,30 分間は勉強しているか友達と話しているかのどちらかです。そして昼休みになると、自分の一番仲がいい友達は全部他のクラスにいるので探しに行ったりと、もしくはテスト期間に近づいてくると、クラスのその競い合ってるライバルがいるんですけど、その方と一緒に勉強していたりすることが多いです。で、昼休みはそんな感じで、放課後は部活があったり委員会あったり、あとはなんか自習室に行く時もあるんですけど、この日は特に何もせずに帰ってきたのですごく早いです。部活がある日はだいたい7時に帰ってきて、
で自習室に行っている時は9時ぐらいに帰ってきてます。でそうするとすぐにお風呂入って、まあ、残り時間で勉強しているという感じです。まあご飯も食べてね、そんな感じの生活をいつもしています。まあ今は忙しいけど3年生になったら部活とかもやめるので少しは余裕が出てくるかなって思っています。特に話すことがないのでマシュマロの返信をしたいと思います。勉強に集中したいときでも勉強しなければいけないときはどうしていますか？質問ありがとうございます。私はいつもタイムラプスを撮ってるので嫌でも勉強できるんですけど、多分皆さんが別にタイムラプス撮ってるわけじゃないと思うので、勉強赤があればインスタライブをするとか、あとはもう自習室に行って勉強するとか、もう本当に嫌でも勉強できる環境っていうのが存在するので、まあ、他人の目線があると皆さん結構勉強するので、それを使って勉強するのがいいんじゃないかなって思います。まだあと5分あるんですけどめっちゃ眠いので寝ます。普段は9時から10時の間に寝て、間違えた、10時から11時の間に寝ています。最後までご覧いただきありがとうございました。もし質問がある方は概要欄にマシュマロのリンクが貼ってあるので、そこから質問をしてください。この動画が好きだと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。